どうして水着配信しないの？なんで今そこよくね。だって水着配信しなくてもさ、夏だからって必ず水着を着るわけじゃないんですよ。こっちとらしてくれたらメンバー入るよ。もうメンバーじゃないかお前なんかの罰ゲームできるよ。いや、いいけど、なんかの罰ゲームにしても、なんかさ、一応そのバン対策に、あの水着配信する上でのいろんなあのルールがあるんですよ。こうしない、こうしない、バンされないためにこうしないみたいな。で、それ水着配信しねえからいいやと思って読んでなくて、結構な長さだったからそれもちょっと面倒くささを助長させているそう、一応それはね、あの運営さんももちろん頑張っておりますから、バンされないように、タレントがね、バンされないように頑張っておりますから、そう、読んですらいなじゃあ妥協してクリスマスに着よう。寒いだろうが、それは。まあでもね、水着は個人配信では着ないってだけで、見れないわけではないんですよ。なんか今コラボしてるパルコの、なんかで、水着のスイちゃんと一緒に写真を撮れたり、あとは、夏コミのブース行ったら、なんか、パネルがね、置いてあるらしくて。ね、一応水着見れるんですよ。それ、で、お出しやす。それでお出しやす。ね。スイちゃんにはこんな可愛いお洋服が、あるから。